はい、えー、始まりました。よろしくお願いします。えー、と私はラドビィスプの阿部と申します。えー、と一応、ラディオデジストとして、えー、あの活動もしております、えーと。今回は血流の流れについての,あの正常を理解するための資料を提供させていただきます。皆さんと一緒に勉強していきましょう。よろしくお願いします。 えとこの辺はあの、えー、と一度あの、概論の方で撮影あの、えー、<coughs> 説明させていただきるので、大体全体的な流れでも割愛させていただきます。えー、ラドビスプは、エクセン動画から、えー、肺機能と肺血流の周期的分化を、えー、抽出し、その同調性画像として描出していると,、まあえー、と。周波数の同調画像というふうに定義しています。で今回は血流なので、こちらの方の説明ですね。 でまあ、おさらいですが、血管の密度の変化が、エクセン動画には反映されているだろうというふうに思われています。拡張しているときだと、血液が入っているので、透過性が低くなる。収縮性の方では結果方、血管の経径が小さくなるので、エクセン透過性は高いと。それが論文の方でもある程度予想はされているということになります。 で、えっ、ー、と、肺の,あの一つのピクセルの方を、えー、と鮮度抽出することと、まあ、あの、えっ、ー、と、デンシティの変化が、まあ、様々にあるんですが、それを、まあ、特にあの血流と、えっ、ー、と、肺血あ、血流と呼吸の方にあの分けるということによって、えっ、ー、と、画像化することができるというような原理になっています。 どうに何をしているかというと、周波数の変化成分の同調性画像を画像としてチュースと、だから周波数同調画像と言っています。血流の周波数に合わせた成分を画像化することによって、血流周波数同調性画像ということで見ています。 でまあ、現実的にはどういう計算をしているかというとまず血流の周波数を認識してでそれを前後の電子ティの差分でスペクトル成分に反映させてでそれを周波数を血流の部分だけを取り出すと画像化することができるというような内容になっています。 でえー、とそういうことによって、えー、と心拍の動きに乗じた肺の透過部分を、まあ、あのバッドパスフィルター法を用いて肺血流を非造影で見える化しています。でえー、と今回あの正常例なんですが行き、えーまあ、止めかあの自然呼吸器科の両方で血流のシグナルが良好に描写、えー、されているのが見えています。 で見え方はあの基本 i b r で流れているのとおおむ一緒だというふうに、えー、と解釈の方していただければと思います。でここからがあの本題なんですが、えーとまあ、ちょっと構造別にしっかりと見ていきましょうということで、えー、と肺の一部分左側だけを取り出しました。 で一応、区分の方をまず中枢側の肺動脈というふうに定義の方をさせていただきます。肺門か,からその周囲の部分の血管の枝分かれの部分が描写されているのがこの矢印の中の方で分かるようになると思います。ある程度の太さからやや細く末梢にかけて血管の分岐がされています。 でっ白側の血管もある程度、描されていると思いますで。こちらの方の血管構造の方がこう、背もん部からの血管と連続して枝分かれした状態の方が、えー、と観察されると思います。でそれの以外にも、えー、再血管フェーズ、まあえーの、ターミナルベッセルとかそういう風な言い方もするんですけど、えー、と要はあの血管の方から最後、真っの方にこうフローされているような,そういううなあの状況になります。 でですので血管構造というよりはその周りの方でふわっとしたこうあの信号が見えていると思います、こう淡い感じですね、プツプツプツの集まりみたいな感じになりますね。うんはい、ということになります。 なので、まあ、左側の方の肺動脈の、えー、と構造が、まあ、ストラクチャーズといえばいいんですかね、肺血管構造を、えー、と確認して、それをあの確認あの見ることができますし、えー、ともちろん、再血管のフェーズですと、どちらかというと流れだったりとか、フローがしっかりされているとか、そういったものを見るような構造になっています。 でそれをもうちょっと分解して、性格的な教科書を思い出してみると、まあ、先ほどの中枢側の血管から、末梢側の肺動脈、でターミナルベステルの構造としては、要するに肺,肺の血管の太さが、中枢から末梢の血管にかけてやや細くなって、 であのターミナルベのちル、小さくあの、本当はもっと細かく書かなくちゃいけないんですけど、えっとまあえっと、細いあの結果にばらっとなめるので、えっと、速度が変わるというふうに形になります。ただから中枢側から末梢にかけては、まあ、そこそこの速度なんですが、末梢の方ではあの非常に、えっと、あの細かいあの結果管流れるので、えっと、速さが小さちちくなります。 でそれを表しているのがこの右の図になりますね。あのメインのところから末梢にかけては速度はほとんど変わらず若干まあ下がる程度。でそこからあのターミナルベッセルのところになると途端にこう血流がガーンと下がってであとは静脈に流れていくというふうな形になります。で断面積自体もあの中枢側ののの方からマッションにかけてのある程度の 分岐に関しては、まあ、分岐はされているんですけど血管自体はそこまでこう、まあ、断面積自体はそこまで大きくはないんですけどターミナルベッセル要するに抹消のフローされているところで非常に大きくなっていくという風な形で解釈してくださいですので、まあ、あの再度言うんですが、えっと、中枢の肺動脈から抹消の肺動脈にかけてと血管構造がいくらか細くなって断面上徐々に,に、えっと、大きくなるとで速度は、えっと、ほぼ同様から若干低下 で再血管に、要するに,、まあ、に NPA から DPA までは速度がーンと速く流れるという形ですね、そこから再血管に行くときには非常にこう広く分布されるから、フローとしてはこうちょっと遅めの雰囲気になるというふうな感じで、トラップピングされているような感じでの病室になると思います。 でそこから静脈への流れるんですけど、静脈の方はえっ、ー、はラドビスプに関してはこちらの病室はほとんどされてなくて、えー、とその理由としてはあの結局、圧力差がそれほどないので、血管の、えー、と強弱がそれほどされないので、えー、とラドビスプの方では MPA からあのターミナルベセルの部分での病室が、えー、とメインとなっています。うんえー、これをちょっと,、まああのえー、となんですか、えーと この縦軸があの中、えー、とフローされている液体量ですねで右側が一心拍における循環なんですが大体、だいたい模式図で書かせていただきましたでメインの,あの中枢側の血管の方は、まあ、それは心拍がこう鼓動することによってすぐにこう高くなってすぐにピークが来るんで,でそれに遅れて若干ですけど遅れてであの末梢の血管の方もあのフローが流れていくといった状況になります。 で、えっと、末梢の肺静脈の方も、だいあの心拍の真ん中ぐらいでは静脈がとしてこうフロートされてきますので、で、その間に、えっ、ー、と、ターミナルベッル。えー、要するに、あの、ちょっとこれは、あの測、測定の方が厳しいので、えっ、ー、と、ここはもう想像するしかないんですけど、まあ、末梢の間から来てから、こう、ターミナルベッルとして、えっ、ー、と、フローがされていくといった、あの、状況が伺えます。 で、えっと、これらを踏まえながら、えっと、正常の、えっと、風呂の方を観察していただくと、えっと、大体状況が分かってくると思います。えー、これでもう一回見てみましょう。どうでしょうか。うん、まあ、自分が視聴者だったら、早くて分からんぜよ、と。突っ込みが入ると思いますので、えっと、一枚一枚、あの <laughs>、 えー、一心拍の部分を、えー、と広げた図を次に用意しております。はい。で、これがあの一心拍あの一心拍の中でのあのー。 フレームを、えー、と行っております、えー、とこの方、えーとまあ、私なんですけど、12.5フレームパ、えーセカンド、要するに1秒間12.5枚撮影するという,ようなタイミング、1コマ、えー、0.08秒の動画になります。で11フレームで1サイクルあったので,で、まあ、その時の撮影時では心拍が68だったということになります。はいでえー、とこのような情報になっています。 上の方では徐々に赤いのが見えていって、で、後半の方はちょっと緑が多くなってるなっていうのがんとなくわか,かると思います。えっと、最後の0.88は、まあ,あの、ほとんどもう同じなので、えっと、ちょっとちっちゃく割愛させていただきました。で、もうちょっと詳しく見ていきましょう。 で最初の,あのフレーズ、要するに第1層目の方の9%のところでは、中枢側の血管が見え始めています。まあ、もちろんあの全部が見えているとは限らないんですけど、ある程度のところは見え始めていると。でもう2フレーズ目えーと18、18%のところでは、もうすでにえと肺門部のえと中枢側の血管、および一部末梢側のえとディスタルのえール側の プロマ,レアテリー、えー、とマッシュン側の血管自体も描写されるようになってきています。でえっと、3フレーズ目に入ってくるともうすでにあのマッショへの血管までしっかりと見えるような状況になりましてで、えっと、若干あの右側の死体なんですけど右側ではあのちょっとこう血管の周囲にこうもやっとした。あの 淡いあのこう、ちょっと大だい,だい色っぽいとか赤っぽいような点々がこうふわっとこう出てきているのでこれもう再血管フェーズ,ェーズ要するにターミナルベッセル自体も見え始めているというふうに解釈できます。でまあ分布を見てみると廃、えっと、門から真、えっ白、と、にほぼきれいにこう。あの 均等にこうなっているというのが分かっています。で、肺門から末梢にかけて、血管の構造通りに、徐々に徐々にこう太さが細くなっていく、で枝分かれしていくというのが分かると思います。で、再血管フェーズの方は、もうやはりあのそのグラフで見たような感じのように、まあ、結果の方がピーク来たら、もうすぐに再血管の方にまでこう流れていってるなというのがこう分,か分かり始めます。 で、分布するのは、えっ、ー、と、さっきの方が、えっ、ー、と、同じです。ごめんなさい。えっ、ー、と、分布する肺動脈の構造は、径、えー、が細くなってって、えー、と分布数が、まあ、多くなってって。で、ターミナル別線の病室が肺血管の病室より随時抽出から抹消で起こっていると。だか肺門から抹消にこうふわっと流れる感じですね。 でえっと、右側の方うが、えっと、確かの肺動脈の,、えっと、あの圧力の方が弱くてこう分布できるようになっているので、えっと、左側のほうがあの肺、えっと、肺なんだっけ <laughs>、えっと、気管支を超え上に越えなくちゃいけないので、確か圧を余計かけなくちゃ、えっと、確か入れなかったんですね。ですので、あの右側の方が流れやすいので、えっとまあ、あの右側の方でフローが早く出るというふうな解釈をしていただければと思います。 ただ、まあ、あの別にこうすごい左右差があるというよりはもう、あのほんのちょっとした違いですね。えー、で、えー、と風呂の方は比較的綺麗にこうあに均一な分布、肺門から真っ白にかけてはこうっすらとなるんですけど、それはあの肺の厚みの部分ではどうしようもないんですけど、でえー、とそれ以外ではこうあの比較的均一な形でこう、まあのえー、と見えていくというふうな形になります。 で、えっと、再血管のフェーズなんです、あ、えっと、で、最初の方の、えっと、5フェーズで、大体あの、血管構造自体はもう見えなくなっていくというふうに、えっと、思われます。これは、あの、えっと、以前、こう、調べられた論文だったりとか、そのグラフと、えっとどうあの、一緒だなというふうに思います。で、えっと、再血管のフェーズなんですが、大体、あの、ちょっとこう、 肺動脈が流れた後のフェーズからちょっと長めに、えー、とフローがあのされているのがわかると思います。えー、とこれはまああの静脈の状態も踏まえるとやはりこう、まあ、妥当なあの分布なのかなというふうに思っています。で、1心拍の後半なんですが、えー、とほとんど緑です。<laughs> うん まあ動いてません、ね、動いてないというわけじゃないんですけど、まあ、ほとんどフローされていませんで、えっとこれえっと、例えば心拍速い人とか見ると休んでいる暇っていうのがほとんどなくなります、まあ、それはそうですねあの早くこうポンプ出してこうあの血液循環させなくちゃいけないからそうなるとは思いますだからまああの正常な人ですとこういういうに休むような時間が描写されるというふうにえと考えています。 でこういうところで、あの、えー、と後で異常のとあに説明させていただくんですが、湖、え、畔、ー、にフローされたりとかするところで、えーとまあ、異常の方が疑われて、ステノーシスとか、そういったものの,あの血中遅延が、えー、とあの判別として挙げられると思います。 で、これ、あの、ちょっと全体的なまとめにあの、フローとして、あの、構造の病室、えっ、ー、と、及びフローとしての病室を、えっと、ちょっと模式づくしたんですけど、えっ、ー、と、まあ、肺動脈管の中枢側は最初に来て、その、あの、中枢側の血管はもうすぐに来て、で、その後に、えっと、肺動脈、末梢の部分が病室。で、えー、続いて、ちょっと長めで、えっと、ターミナルベッセルのフローがされるという風な構造になっています。 で後半の方はもうほとんど廃矢がないということですねで。まとめると、血液のストラクチャーズとの位置関係は、肺門部から同心円状で遠あの、えーと、距離で、まあ、ほとんど、えー、ほぼ均一に広がってで、シグナルが上昇、追って再帰還し、えー、再血管の、えー、シグナルが上昇して、加工しているとで。そのシグナル自体はほとんど前半で、えー、と中あの終了しており、ほとんど、えー、と後半は、えー、と血流のシグナルは見られないと。 まあ休んでいる状態というふうに思ってください。で、それが PT の、あの、P、あの、PT、あの P、あのごめんなさい、えっ、ー、と、排血の側栓症の方ですと、えー、と血流のシグナルの部分が不均一になったりとかして、えっ、ー、と、まあ、治療後のデータとかで、そういうのがある程度解除されているとか、そういうのが分かります。で、これに関しては、ちょっとまた別のスライドでじっくりと話しさせていただきます。 今日はご清聴ありがとうございました。以上です。